はい、ということで今回は山梨県の富士吉田市荒谷にある荒谷山神社さんに来ております。はい、今ではねもう金運の神社としてもうむっちゃくちゃ有名になって、平日でもね参拝者が後を絶たないというぐらい有名な神社になった荒谷山神社ですが、主催神は大山積の御事でございます。まあ、山神社というぐらいですからね、大山積の御事ということはわかると思います。それ以外に祭神として天照大御神と大山積の御事の姫神である木の花咲夜姫の御事も、いらっしゃいます。はい、あとね、他にね、いらっしゃるので、まあ、稲荷社とかねありますし、あとは木の花咲夜姫のお姉様である岩永姫、こちらもね、拝殿に向かって右側にいらっしゃいます。そして岩永姫の隣には大国主の御事と琴城主の御事、まあ、琴城主の神って書いてあったかな、まあ、恵比寿様とも言われますね、そちらがいらっしゃいます。ということでね、今日参拝する映像、要するに、拝殿の方にね、カメラを向けてるんですが、その拝殿のね左下の方にはね、大国主の御事と琴城主の神か、琴城主の神ね、こちらを映しております。これはね拝殿の右側にいらっしゃるんですけど、それをね、同じように上下というかね同じ画面に重ねておりますので、一度のね参拝で大山積の神、天照大神、木の花咲夜姫、そして大国主の御事と琴城主の神、こういったね、有名な神様に同時に参拝できるような、映像にしております。ということでこちらのね、荒谷山神社さん、拝殿のね中は撮影が禁止ということになっておりますので、拝殿のね左側の斜めの位置から内側が映らないように撮影しております。ということで、あとね20秒ぐらいかなで、参拝の映像になるんですが、まあのそればっかりでねずっと映像が、まあ、なんて言うんだろう、止まった状態に見えちゃうんでね、しばらく今日の参拝時間をすごく短くして、その明日以降の、話もねしたいと思います。はい、ということで先ほど申しましたが、こちら荒谷山神社の主催神は大山積の御事でございます。そして他に姫神である木の花咲夜姫がいらっしゃいます。そして、天照大神ですね。で今ねこの映像で、右側の方にね日の丸があって、その下鳥居がありますね。そこのね下に祠がありますよね。その祠が岩永姫の神が、いらっしゃるところでございます。でその横に、2つ、ね立っているのが左下に映っている大国主の神と琴城主の神でございます。で大国主の御子神、子供がこの琴城主の神、まあ別でね呼ばれているのは恵比寿様と通称で呼ばれております。はい、ということでねこの恵比寿様ね、こちらはね2つの本宮があります。全国の総本宮、これがね一つは島根県ね、これ美保神社さんです。いずれこのね美保神社さんの動画もね掲載いたします。ということで、あともう少しでね参拝時間です。参拝時間の後はね、次回以降の動画の解説をします。はい、ということで参拝できたでしょうか。今ね本当に短い動画になっておりますので、なかなかね喋るのも難しゅうございますが、次回ね、以降の動画の説明をいたしますと、次回がですね、これがね本当ぜひ見ていただきたいんですが、山梨県じゃない、和歌山県、ごめんなさい、こちらが今いるのが山梨県、次回の動画は和歌山県のね山の中にある、神社でございます。しかしね山の中、本当山の中なんですが、なぜか、海でね、海に近い水に、の神様ね、こちらをね、祀っている神社でございます。もう霧がね、張ってね、すごく幻想的なんでね、ぜひ見ていただければと思います。その後はね、鹿児島の神社さん、その後はね、四国の神社、この四国の神社は
今の、ね、体調不良とか、不運が続くとかそういう方にはぜひぜひね見ていただきたいと思います。本当にね全国から、参拝者が殺到しているような神社です。それはねあなたについている何かを払ってもらえる神社なのでぜひ見てください。ということでね今回はすごく短かったですが、荒谷山神社さんでございました。ありがとうございます。失礼いたします。